今日は駅という字を書いてみましょう。まず一画目、一画目は左半分の上の方から縦画を書きます。二画目は一画目の書き始めと同じところから始まって少し右上がりに横画を書きます。三画目はの二画目に触れてすぐ下に降りてきます。で、一画目の書き終わりよりも少し上の位置で止まりましょう。四画目は一画目を三つに割った一つ分目のところに横画を書きます。で、二画目の書き終わりよりも短めに止めましょう。五画目は一画目を三つに割った二つ分目のところに横画を書きます。六画目は一画目と三画目の書き終わりを結んで二画目の書き終わりぐらいまで来たら折れ曲がってきます。で、最後跳ね上げます。七画目はこの一画目よりも左側に点を書きます。八画目は一画目の書き終わりあたりに点を書きます。九画目は八画目のすぐ右にで、この三画目の書き終わりあたりに点が来るように書いていきましょう。十画目は最後のこの空いたスペースに点を書きます。十一画目はこの空いたスペースの上の方に横画から折れ曲がってきて止めます。あまりここから長くならないように注意しながら書いていきましょう。十二画目は十一画目の書き始めからこの折れ曲がった分だけ下に降りてきた位置、ここから横画を書きます。で、十一画目の書き終わりと結びましょう。十三画目は十一画目と十二画目の書き始めを通る左払いを書きます。十四画目はここの交わったところ、ここから右払いします。ポイントとしては馬編の二画目の書き終わりからこう下に壁を作って、この壁よりもこの横画が出ないように、あとはこの折れ曲がってきた角が右に出ないように書いていきましょう。で、最後折れ曲がってこうここの部分を少し左に向けて曲げてきます。その方がかっこよく書けるようになっていきます。あとは点の打つ方向や角度ですね、辺になるので横画は右上がりに書いていきます。で、点のこの書き始めの部分もこう右上がりになるように書いていきましょう。あとこの13画目の払いはここの6画目のこの曲げたこのカーブに沿って左払いが入ってくるとかっこよく書けるようになるので、そういうことも踏まえてここをちゃんと内側に持ってこれるように書けるといいですね。あとは尺のこの下のラインを揃えましょう。あとはそうですね、ここの頭があまりに大きくなりすぎると払いが短くなってちょっと短足な字になってしまうので、ここの部分をキュッと引き締めるように
短めに縦画を書き終わるようにするといいでしょう。